今朝、別府市で野焼きの火が燃え広がり、およそ5万平方メートルが焼けました。けが人はいません。午前9時40分ごろ、別府市鶴見の山林で害虫駆除のため野焼きをしていた男性から、周りに燃え広がったと消防に通報がありました。野焼きは本来この一部分だけを予定していたんですが、風が強く煽られて、 この山の斜面まで燃え広がったそうです焦り臭い匂いが残っています消防車に加え県防災航空隊のヘリコプターが上空から消火に当たりおよそ5万平方メートルを焼いておよそ2時間後に沈下しましたけが人はいません当時別府市には乾燥注意報が出ていましたまた日田市と大分市でも草を燃やしていた火が広がり火事が起きました どちらもけが人はなく住宅などへの炎症もありませんでした。